財閥、財閥とは、一族の独占的出資による資本を中心に結合した経営形態。以下のような定義が一般的。日本の経済史では、戦前に大手を振るった純粋持ち株会社を指すことが多い。三井、三菱、住友などの財閥があった。これらは、1945年の日本の降伏の後、1947年に、 連合国軍最高司令官総司令部の指令により解体させられた。なお、戦前の皇室を日本最大の財閥と捉える論者もいる。もっとも根拠法である過度経済力集中排除法が8年後に逆コースの一環として廃止された。また財閥解体後も4大財閥などは企業グループとして再結集している。財閥の中核となる 持ち株会社の設置は戦後長らく独占禁止法によって禁止され続けたものの1997年の独占禁止法改正により持ち株会社が解禁された。英語で特に日本の財閥を指す場合、そのままと呼ばれることがある。上記の財閥と異なり、創業者には技術者出身が多い。このため重工業中心で芋ずる方式と呼ばれる。 企業間において関連性の強い生産関係を持つ。既存の財閥では、貧弱な科学産業を中心に発展していった。海外での市場を狙い、日産コンツェルンは満州で、日出コンツェルンは朝鮮で鉱山などの事業を展開し、現地社会にも強い影響を残した。また、利権コンツェルンは、理科学研究所の活動資金調達のために、成立したユニークなコンツェルンであり、 同族支配が行われず、同研究所の開発、発明した技術を駆使したほか、農村工業化などを打ち出して、新潟県柏崎市などで地方の工業化に努めた。逆に、規制財閥に比べて、金融部門が弱いため、第二次世界大戦中には、経済統制と規制財閥系の銀行団によって侵食されて、財閥解体前に実態を失ったコンセルンも多かった。 なお、経営政策の面では、利権コンツェルンを除いて、既存の財閥同様に、同族運営がなされており、その点で、新興財閥という言い方もある。新興コンツェルン以外で、昭和初期第二次世界大戦中に発展した、中堅財閥。これらは、原安三郎が引き、朝鮮で事業を展開した中外コンツェルンや、沖縄、大東諸島において、プランテーション。 工事業を行った大日本政党を中心とした藤山コンツェルン、マレーシア・シンガポールを拠点として、鉱山、海運、科学事業を手掛けた石原産業など、主に朝鮮や南方における諸事業を展開して成長した。ただし、規制財閥に比べて有力な金融機関や持ち株会社を持たず、新興コンツェルンに比べて技術力や 事業の連関性が劣っていたため、いずれも中小規模に止まった。藤山コンツェルンのように戦後まで存続したケースもある。中島飛行機は第二次世界大戦中に急速に発達した財閥で、軍用機の生産から鉱山、貿易、水産などの非飛行機部門にも進出した。なお、南満州鉄道も多角化を推進したことから、財閥の一つとする場合もある。 東京、横浜、大阪、神戸の4都市に本社を置く財閥を中央財閥、その他を地方財閥と定義されるが、全国的規模の企業活動を行っていた財閥を中央財閥、各地域に限定された企業活動を行っていた財閥を地方財閥と分類することもできる。また大阪、神戸周辺には中央財閥だけでなく中堅。 例祭の財閥も多数集中していた。これらを、阪神財閥と総称する。財閥形成の過程として、片倉財閥のように製紙業に注力するなど、一つの事業に集中して投資し、芋づる式に発展する場合が多い。また、在日中国人のクレキン財閥や、大事主の小曽根キ一郎が創設した後その長男、小曽根貞松が継いだ、小曽根財閥のように、 中心的な生産事業を保有せず、統括司令部としての持ち株会社が、様々な企業に投資することで財閥を形成する、多角的投資財閥がある。江戸時代の日本最大の交渉河野池財閥は、家業以外への進出を禁じた家権によって、金融業から他の事業へ営業分野の拡大は図らなかったが、明治期以降は、同家の名声を保する財界の要請で、 河野池家が様々な企業の発起人となり、大株主として君臨したことから、投資財閥の性格を持っていたとも言える。財閥解体には繋がらなかった場合も多く、存続企業としては松坂屋、旧東海銀行、UFJ 銀行、三菱 UFJ 銀行、ともに伊藤財閥、キッコーマン、モテギ財閥、栗林商船などがある。4大財閥に、 GHQ による財閥解体指令を受けた11財閥を加えたものを特に15大財閥と呼ぶ。その多くは解散し、6大銀行グループに取り込まれていった。GHQ は以上を10大財閥と指定した。GHQ は以上を15大財閥と指定した。韓国の財閥、チェボルは創業者一族の家族経営が特徴である。 1997年からのアジア通貨危機と IMF による韓国救済の中で当時第2位の財閥だった大宇財閥が解体された。しかし現在も財閥は韓国経済の中で非常に大きな位置を占めている。財閥のトップはジグループ内はもちろんのこと政界や経済界にも強い影響力を発揮する。仮に犯罪行為を犯して収監されても 早期に仮釈放させて、国の経済に貢献させよという論調が出る、社会づくりとなっている。例えば、1990年から2012年にかけて、しばしば、韓国十大財閥のトップが、横領や廃人、暴力行為等で逮捕されることがあったが、有罪判決を受けても大抵は執行猶予が、つくととに頃合いを見て特赦が与えられ、犯罪行為自体がなかったも、同然となっており、 有罪ゼニ罪と批判されている。また、金正淵、蔡秋良玄、張武氏白など、財閥一族の横暴な行為、韓国では、カプチルと呼ばれる、パワーハラスメントが繰り返されて問題になっており、映画、ベテランにもなっている。戦前の台湾には、キールンの顔家、板橋の林や霧峰の林やシカゴの小屋、高尾のチン家のご財閥があった。 日本統治時代に大きな富を築いたため、日本の敗戦により、勢力を失ったが、コケは生き残り、台湾最大の金融機関である、中国信託商業銀行や台湾セメントなど、あらゆる領域に手を伸ばして、発展を続け、台湾財界で圧倒的な力を保持している。小屋出身の人物として、古建、サカエコシン古コカ古ビン、リチャードクーなどがいる。 カオケ出身には人と用など楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。